願いします。お疲れ様です。さっき俺も寺西君にわけわかんないカバンチェックされてね、腹立つわあいつら。キャバクラの領収バレちゃったよ。全国放送だよこれ。まあ今日バーベキューなんで、まあ多分他の動画見てる人は知ってると思うんですけど、今日社内バーベキューで、まあ、みんな会社の近くの公園で今みんなでバーベキューしてるんですけど、まあムカつくで寺西君いたずらハム太郎かっていうことで、この間ね武装ドッキリで200万サバさん200万です。200万だね。これはやり返さないと。ちょっと反抜きしとったよな。はい。もう俺は泣いてないけど、もうちょっと寺西君をもうはめるってことで、ちょっと、まあ、ビリちゃんね声かけたら OK ってことだったんで、まあ今からあのね、まあ、これ俺の財布なんだよ、まあ、そんな金入ってないけど、まあこれをビリちゃんがカバンに仕込むと。いける？はい、寺西君でカバンチェックをすると、俺がね、でまあまあ一緒に行ってもいいので、ちょっとリリちゃんと一緒にちょっとカバンチェックさせてよ。でカバンをチェックしたらこれが入っとるって。俺の財布だよ。で俺の保険証とか全部入っとるからね、ちょっとあんま見せねえけど。いける？はい、バレたら会うよ。はい、俺が言ってたらバレてる。いける？頑張る。行きましょう。で俺がもう突っ込むから、で手足も動いたら俺の財布もう仕込まんでしょ。俺ほんと仕込んねえ。で俺ずっと手足もしちゃう。今からずっともう手足もしちゃう。あ、その間に私が、その間にね、オッケーオッケー、それで行くか、それで行くか、はい、おいしそうだね、はい、ライトも俺でね、ちょっと映しちゃって、いつもの、はい、いつもの、はい、どちらさん、はい、お疲れ様です。はい、近い、じゃあ行ってみましょうか。じゃあ、どうする、あれ、かわいいやつだ、かわいいな、かわいいな、行くよ、天使くんのカバンに、ブギュー。今から寺西さんのカバンに社長の財布を仕込みます。今社長寺西さんと喋って、寺西さんのカバンを椅子の上にポットルがしたんで、じゃあ寺西さんもあっち向いてる。今なら行きますね。カバン開いてる。いや、無防備ですね、あんなところにカバンポンってほったらかして。今回行ってこの番号を呼んでもらって入れます。すごいおしゃれなカバン持ってますね。マンハッタン。これはまずい。あと、楽しみ。マジです。準備完了です。社長と寺西さんのカバンチェックやるので、どうなるか楽しみですね。行きましょう。じゃあ行きましょう。社長に、社長様に別号仕込んだ。バッチリ仕込んできました。嘘。はい。あの時あれで最後はもう、あの時のあれがあるんで、仕返しですって言って、はい、200万ドッキリのね。はい、よし、じゃあ行きましょうか。はい、何も知らなくて来るからです。いやじゃん。カンドラで脱いだら全開で。よし。よし。よし。さあ、さっき俺のカバンチェックしきれてないよって。チェックしきれてない。お前もっと面白いことや、あとテイクツーやない。テイクツーお前テンパるぞ。行くぞ。はい。はい。じゃあ今から行きましょうか。行きましょう。失礼します。失礼します。失礼します。可愛い子だもんね。ちょっと黙っとんだよみんな。お財布、お財布、これは何、見ちゃうかな。社長だよ。俺社長だよ。そう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 、これね、まず財布ね。あとは携帯。携帯、社用携帯。社用携帯ね、これね。社用携帯。あとはある、なんか鍵。鍵、何これ。あ、ナンバー出ちゃうね。会社の車とプライベートの車も、ね、車内乗ってるのプライベート。俺知らんねえ、よく考えて。で、カリア。お、めっちゃいいの乗ってる。さすが職長。はい、次行きましょう。これはハンコ。ハンコ、なんでハンコ持ってるの。一品館。なんでなんでなんで。宿舎金融のこれ。いつでも結婚できるよ。いつでも結婚できるよ。そう、ウェルカム。本当入ってるんだ。もう一個財布、財布2個持ちですか。いや、もう一個入ってます。本当本当や、2つ持ってるじゃん。なんでなんで。えなんでなんで。あ、財布2つだね。
なに財布2つは。なになに、しかもなんかこの財布、俺の財布にデラニーとな違うなんかちゃんと顔がヤバみたいな顔して見ていいですか、見ていいですか。いや、なになに、ちょっと見ますよ。あ何これみたいな。ちょっとどういうこと、どういうこと、ちょっと一回見て。いいじゃんいいじゃん、もう俺見てあげる。見てあげる。大丈夫、どうしたんですか。なんか俺の財布にめっちゃ似てるんだけど。だって俺かけずに。違う、ちょっと違う。あれワークマンのやつだよね。偽物のワークマンのやつ。見せて見せて見せてよ。ちょっと今見ちゃったんですよ。いやでも現象、現象、現象。誰の名前だった？社長の名前？いや僕じゃないです本当に。は？いや多分社長の財布。なんで俺の財布持っとんの？なんで俺の財布持っとんの？社長絶対俺ね。でも絶対俺。あそうそうそう。多分社長。話さんってこれ。失礼だ。いやでもそんなやつ、なんであおる、それはやばいでしょ、それはやばい、さすがにやばいよね、やばいです、やばいです、いや、やばいです。なんで笑っとん、なんか、俺悪くないみたいな顔してるけど、なんで俺、チャンス説明しよう、説明ですか。で、今、どこから出したの。いや、普通に、この中に入ってました。手足のカバンから出したの。はい。なんでなんでなんで、多分誰か。あ、どういうこと、もうちょっとこれネタだろうみたいな顔しんでよ。ネタだろこれみたいな顔してな。いや、俺知らんよ。誰か知ってる。だってお前らずっとおったの。はい、ずっと喋ってました。ずっとここで一緒に喋ってたの。はい。お前らずっと一緒におった。一緒におった。ってことはカバンずっとこの辺だったの。だそうじゃん。でも入れてないですね、僕。いや、でも僕ら来る前ちょっとゴソゴソ。違う、やってない、やってない。あ、マジか。俺のじゃ僕の名前じゃないですか。さっき僕と社長ここで喋ってたじゃないですか。社長どっか行ってから、寺橋君この辺ちょっとゴソゴソしとって。そう。僕も違う席行っとったんですよ。で、今帰ってきて、みんなで。まさかの顔がちょっと引きずってきてるぞ、バレたか。いや、ちょっと待って。なんでそんなことが言えるんだろう。この人、この人。無責任だ。俺たち無責任だ。じゃ僕じゃないです。いやむずいでしょ。でもこれさすがにやばい。さすがにやばくない。いややばい。200万物損とかそんなレベルじゃない。やばいと思う。窃盗ですよ。窃盗。窃盗ですけど。バラっちゃったの。私はそこはもういいとこだったのに今めっちゃ良かった。いや、それ窃盗ですよ。窃盗じゃないです。してないです。いや、どうやって説明するんですか。リリちゃんはめっちゃ怒っとるよ。いや、やばいと思う。めっちゃ怒っとるよ。リリ、動画にならない。一回カメラ止めよう。一回カメラ止めよう。一回マジ止めよう。一回止めよう、止めよう。そのレベルじゃん。してないです。普通に顔だよ、マジで。なんかさ、ぶっちゃけ別に仕込んでんだけど、そんなかわいそうな顔したら、なんか、ガチ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 。動画的に、あれ視聴者もこの人本当にディスんだじゃねえか。動画になっちゃうから見てよ。どれぐらいで俺は仕込んでないよ。リリーちゃんが、お前ら200万ぶっ損でも本当にマジあいつ嫌ですから、ちょっとドッキリ貼ったろうって。ってことだよ。面白い、大丈夫。まあ今回はね、リリーちゃんが、まあ、寺西がはめようと俺にネタ持ち込んできたんで、ね、じゃ最後じゃ締めさせてもらいます。はい、何これ。はい、じゃあせーの、また見てね。